手村千代さんです。よろしくお願いいたします。拍手でお迎えください。おはようございます。マッコリをショットでいただきました。お話ししていただきます。妄想具現化と最近名乗ってるんですが、コネルというクリエイター集団、そして知財図鑑というイノベーションメディアの代表を務めています。ちょっと自分でいいこと言うのなんだなと思ったんで、SFO のチュールさんの言葉をなんか皆さんに共有してみました。想像できることは必ず実現できる。結構こればっかりやってるなということで、いろんな事例も紹介していきたいんですけど、スマートウォッチつけてらっしゃる方、つけたことあることか、もしくはスマホ持ち歩いてる、これほぼ皆さんだと思うんですけど、生体データを常にクラウド上に上げ続けてる。でもこれが実は販売できたらどうなんだろうっていうふうに想像して作ったのが脳波買取センターっていうものになっていて、100秒間1000円で脳波を買いまくったっていう。でそのデータをもとに絵を、生成してまた値段をつけて販売するという生態データの循環モデルみたいなものを妄想して具現化したということをなんかやったりしてますね。最近はこういうことがすごく楽しかったりとか、これはオープンミールズというチームが妄想しているものですけれども、未来のお寿司屋さんです。顔の状態から栄養を判別してその人にぴったりな栄養価のお寿司を、パーソナライズプリント3D フトプリントしてくれるっていうような、妄想になってるわけですけども、これいきなり具現化するのは大変だけど、デザートだけだったら作れるんじゃないかっていうことで、風速、気圧、気温って毎日、出てくるお天気のデータからその日しかできない、和菓子のデザインっていうのを、自動生成してこれまた 3D フードプリントしてみるみたいなことにトライを、する。その具現化の部分をちょっと我々のほうでこうになったりしてて、ちょうどこの森美術館さんでも展示をさせていただいたりもしているので、皆さんにこう体験できるような状況を作ってみたというのが、結構妄想の変化の一つの、形だったりします。でもう一つ最後に、例えばを紹介するんですが、結構未来の、空間ってすごくこう閉鎖的なところが増えるなっていう風な印象があって、高層ビル窓開かないとか、病室窓自体がないよねとか、宇宙行ったら風もないみたいな、結構こういう空間ってすごくデジタルな情報が充満しやすいよねっていうようなことがあるんですけども、あえて物理的な揺らぎが発生するとどういうふうになるんだろうって妄想して作ったのが、揺らぎ壁という、外吹く風に反応してこの壁自体がもう物理的に揺らぐと、こういうことがあると実際人体にはどういうことが起こるのかっていうのを実験をしたりしています。これすごいですよねみたいなことが今日言いたくて来たわけではなくて、僕が言いたかったのが、ちょっと上が切れちゃったのかすいません、この競争ですね、コークリエーションとかオープンイノベーションと呼ばれたりするんですけど、いろんな人とこう作ってます。決して我々だけでやってるわけではなくて、こう一社だけではできないような、コラボレーションによってああいったものが生まれてるっていうところは強調したいなと。でなんでそんなことに至ったんですかってすごく事務局の方から質問を詰められたので、今日は原体験の話を持ってきたんですけど、僕は4歳からバイオリンやってオーケストラで活動してて、それぞれ楽しかったんですけど、やっぱこの譜面以上の、ことがなかなか起きない、譜面の再現をしっかりしていくっていうことにちょっとこうつまらなさをどっかで感じて、発明クラブっていうのを隣町の小学校に入って、でその一番最初に、発明したのがこうクラブに傘差し運転って言った時めちゃくちゃ怒られたのがすごい嫌で、自宅にあった赤レンジャーのヘルメットに傘を切って差して傘メットを作って投稿したら1日目で折れて、それがすごい嬉しかった、直すのが楽しかった。でここでの競争パートナーっていうのは僕の母親で、いろいろこう切ったり、つなげたりみたいなことをやって、自分だけじゃできない、でもこういうものが作りたいっていうプレゼンテーションをすることで完成したみたいな、そこが原体験があって、で、翻って現代ですけれども、じゃあもっと妄想の、欲が膨らんでいったときに、いろんな先端技術にアクセスできた方が、妄想欲も具現欲も高まるんじゃないかということでやってるのが、知財ハンターっていう今の肩書きになります。研究所行ったり、スタートアップ行ったり、エキシビション行ったり、日々今集めてます。100人ぐらいのダオの組織になってるんですけども、そういう知財ハンターが根元にいると、テクノロジーとイシューっていうのを掛け算しながら未来を洞察して、じゃあこんな妄想あるんじゃないかってビジュアルで見せて、この指とかね一緒にやりませんかっていう話をして、じゃあちょっと軽く作ってみようかってプロトタイプです。こういう流れで作ってます。例えばこんな知財が反応されるんですが、 NEC さんの高速物体認識カメラ、
めちゃくちゃ早く動いてるものを 1000fps で1秒間に1000回シャッター切って、正確に分析できるから製造検査とかでこう、検品作業に使われてマネタイズされてるようなものなんですけど、なんかもっと別の未来につながるんじゃないかということで始まったのが、まず例えばイシューとテックの掛け算ですけども、フィルターバブルって聞いたことあるかもしれないです。皆さんレコメンドされ続けて自分の好きなものしか情報摂取しなくて視野が狭くて分断が起きるみたいな、まあ、こういう問題があったりとか、まあ、はたまたこのスマートゴーグルみたいなテクノロジーが、進化してくるという時に、このシャッタークラスという妄想をビジュアライズしました。これ1日終わってメガネを充電器に返すと、その日1日の行動のログが出て、4時半くらいに六本木の交差点で多分あなたが好きな花があったけど知らないよね、明日ちょっと見てみたらっていうような、まあ、ちょっと視野を拡張するようなサービスを、まあ、妄想しました。でそれをこの指止まれで、メディアで発信をすると、まあ、半年ぐらいだったら大阪大学発のベンチャーさんが、感性を、推測するような、技術を提供してくれるというふうに仲間になってくれて、実際に3ヶ月ぐらいで爆速でこうプロトタイピングをしてみるみたいな、こういったことを普段やり続けているような、職業をやっていますと。で、まあ、これをどうやったらこういうことがこう定着していくのか、自分でも再現できるのかっていうのをすごくお問い合わせいただくことが多くなったので作ったのが、このメソッドになってて、未来を導くイノベーション術というのを今ちょっと、ノートでも了解してますので、まあ、妄想ですね、予測するフォーキャストということと実際それを具現化していくバックキャストっていう、この流れを皆さんにもこうご体感いただけるかなと思っておりますので、もしよろしければノートを叩いてください。ありがとうございました。デモラさん、ありがとうございました。はい、デモラさんからもですね、皆さんご質問というか投げかけをいただいているんですけども、まあ、今ちょっと妄想のね、お話をいただきましたけども、皆さんありますよね、ちょっとこんなのがあったらいいなとか、そういう妄想をちょっとメモしたりしてる人、どこかにメモを持ってたりする人いますか？あ、ちらほら、ちらほら、ちらほら。ノートに書いてますね。パソコンにメモってたりとか。意外と少数なんですかね。B さんはどこにメモしてますか？手帳にメモしてる。カイロさんはどこにメモしてますかね。私、携帯に入れてます。ちょこちょこ、ね。でも、意外と皆さんしてないですね。私もしてましたけど。うん、どこにお伝えしたいなと、はい。僕はもうなんか、まあ、ノートだったりとか、人に伝えて外部化しちゃうみたいなこともよくあるんですけど、なんかこれを今日の話をなぞらえてると、一回ツイッターでも何でもいいんですけど、発信しとくと、まあ、仲間が生まれる、まあ、入り口になるかなということで、うん、まあ、メモのままちょっと終わらせないような仲間を増やせるといいなっていうのが今日と、はい、メッセージとしては思ってますね。なるほど、はい。なんかね、思ってもちょっとメモしたりと忘れちゃいますよね、やっぱり話したりしないと。そうですね。どんどんなくなっちゃったりなと思うんですけど、うん、皆さんもきっといろいろこれやったらいいなと思うだけは思ったりしてるかもしれないので、ちょっとどんどん書いたりとか。はい、エムさんに話してみたりとか、はい、いいのかな。ちなみにその社名のコネルっていうのはどういう、はい、あれなんですね。よくコーネルとか違いますけど、日本語で割とこう粘土をこねるような意味合いなんですけども、はい、結構こう今デジタルでいろんなプランニングができるような時代にもなっていると思うんですけど、結構こう手を汚しながらちゃんと考えたいなっていうような意味合いで、いろんなアイデアをこねて、そうですね。はい。なんかお話を聞いてて、すごくいろんな異分野の人たちをこう妄想で巻き込んで楽しくやろうぜみたいな感じの、うん、もう楽しそうだなっていうのを感じたんですけど、そういう、まあ、そのアイデアあったとしても異分野の人たちってやっぱりこう異分野の常識があって、いやそれは難しいよみたいな話とかって最初あったりするのかなって思うんですけど、うん、なんかそういうのをこううまく巻き込むみたいなコツっていうのは、そうですね、なんか途中までやっちゃうみたいなことが一番大変かなと思っていて、まあ、僕エンジニアじゃないですけど、なんかそれ風のことをやってみるみたいなこともあるかもしれないし、デザイナーじゃないですけども、ちょっとアプリのモックみたいなものだったら作れるとか、あ、なんかこいつ結構ガチで考えてるなみたいな、その姿勢がないとなかなか殻を破ってくれないなって思って、やってくれなかったら結局自分でやってるってだけなのかもしれないですけど、そうです、まあ、やっぱそれが諦めないっていうのがなんか違うんだなと
ぱり本気度を見せるとあっちもいやなんかこいつ本気だなみたいな、そうですね、逆に乗らないとちょっと損するかみたいな感じぐらい思ったりするんですよね、まあ、熱量だなと思います。うん、はい、ありがとうございます。以上、出村さんのお話でした。ありがとうございました。ありがとうございます。